暖かい空気が流れ込み、今日は気温が上昇しました。30度以上の真夏日となった地点は全国で191地点あり、大阪は3日連続の真夏日となっています。東京は 29.5 度と30度には一歩届かなかったものの、日差しの届いた時間が長く蒸し暑くなりました。関東から西の地域は気温が上がり、明日の気温を見ていきますと、最高気温は太平洋側を中心に30度前後となる見込みです。東京も31度と10日ぶりの真夏日になると見ています。明日は秋分の日、お出かけされる方も多いと思いますが、昼間は暑さ対策を忘れずに行いましょう。またウェザーニュースのお天気アプリでは日ごとの気温の変化もご覧いただけます。ぜひご利用ください。